で、ハイフンで、英語でゲットライダー、ハイフンで、はい、読みようによってはゴーで読めるゴーです、ね、まあ、ゴーというのは何かっていうのはまあいいよね、そうですね、はい、それはググってもらうっていうことで、そうですね、あのコミュニティはね、そんな一生懸命考えてねえって言ってるのかな。あれ全部目からなんか玉が出てで何かを吸い込んでっていうプランで作ってて、あと口から距離出そうとかいうプランもあったんですけど、ちょっとオブジェクトが多くて距離が間に合わなかったっていうじゃないですかね。隕石がたくさん、隕石がいるようなたくさんで、あれ横切る岩で敵の弾を押し切るっていうのは、あれちゃんと考えてるんですかね。だからインベーダーの要素を入れてるんですよ。まあ、攻撃がすごい激しくても人間感を与えないようにどうするかっていうのを考えてて、でそして敵の弾を防ぐ要素を入れたらいいっていう、それはね、インベーダーがすごいうまくいって面白かったですね。プレイヤーが有利な状態にあるっていうのをどっかに入れたかったので、激しい攻撃の中でも、なるほど。それいいのか、なんかラスボスでなんか秋っぽいものを作るみたいな、ありましたね、一瞬のコラムでやるんですね。ああ、なるほど。そう、そう、人じゃないよ、考えられるけど、はい、あの、ひらめきですよ、ひらめき、ひらめきでときめき、はい、ときめきそこでやる、はい、はい、まあ、そのままね、あの、ビームジケットであげると社長はいかにひらめきを大事にしてるかってことが分かると思いますね。そうですね、そうですね、はい、はい、まあ、先ほど話も出ましたけど、ちょうどこんな簡単な質問ありましたけど、皆さんそれは買ってくださいね、ぜひ、この場でお買い上げいただいてもよろしいかなということで、まあ、その場合はそちらが盛りだくさんにも、ああ、ありがとうございます、あとで片付けも、アーティブにも、これ、ご覧になってないので、ぜひ、片付けると大変面白いんで、はい、社長も、これ、太鼓判を持っておく、子供の頃からの話が。こんなところで、こんなところですか。はい。じゃあ本日の発表会をお願いしますか。じゃあ、じゃあありがとうございます。この間付き合っていただきました。はい。ありがとうございます。まだね、これから予定は続きますか。今日とか、東京秋葉原。そうですね。あるんでね。新宿のゴミ屋で。ゴミ屋。ああ、ジェルキセットバー。はい。まだ大会近場であるんで、今日負けた方も。不動産もね、ぜひ入院してよ、来てください、来てください、はい、まだまだね、はい、今日はありますね、じゃあ、本日どうもありがとうございます、どうもありがとうございます、お疲れ様でございます、はい、まあ、生産、はい、生産ありがとう、はい、いやいや、ありがとうございます、もう、クリーム、いい映像、いい映像、いや、ありがとうございます、今日、ちょうどイベントがよくて感じたんです、はい、素晴らしい、はい、次回作りますので、もうね、誰かに嫌って言われます。作ります。もう、よろしくお願いします。じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。僕の欲しい人を、お買い上げいただくと。